PC にワンファイアプロレスリングフリーレジェンドバウツ59枠目。はい、今日の、挑戦者3年 B 組ドンパチ先生さん、ノンコンキッドさん、スズさん、黒金さんいらっしゃい。さあ今日ケツを割られるチャレンジャーは、はい、来ました。伝説のレスラーですね、伝説のレスラー。はい、というわけで伝説と、これ伝説のレスラーちょっといいやるのがちょっと面倒くさくて伝説一回入れないですね。アランプロソさん7個目さんにしたい。伝説勝ちに来てますね、伝説のレスラーで。あれラーと入れてでセレクトをしながら、ザコああ間開けないといけないのか。森さんが1番さんにしたい。3年 B 組ドンパニ先生さん、ドロジーさんがいたい。わこ12個目さんにしたい。わこぴーです。フライデーナイトはプロレスタイム。わくおつです。金曜夜はギブアッチムでもない。ペース上げないといけない。の神様、神がやってきた。もう神になる。聖地の神様がやってきた。はい、まさかの神が降臨。はい、走ることはできる。神できる。攻撃力ないんだ。攻撃力ない。投げとパワーはある。はい、関節もある。ラリアートは、3、防御力もある。ラリアートはなし。はい、ローキックパンチ、大車輪キック、喧嘩キック、フライングニールキック、パワースラム、地獄武器、コブラクロー、ボディブロー、アームフリーカー、ベアハッグ、後頭部続き、拷問コブラツイスト、ドラゴンスープレックス、急所攻撃、フライングニードロップ、ムーンサルトプレス、コブラクロー、釣り金ストンピング、ブランチャー。はい、伊賀さん、おじさん、赤とダイモンさんがりです。和骨です。タカさん、メッセージ24、25、35。ダメージ大の時にハンマースルー多めっていうの珍しいですね。タカさんがありようです。ダメージ大だけどハンマースルーにしちゃったらとどめさせないじゃないの。イシエリさんみたいと思うんだけど、まあ 40% だからいいのか。走る 100%。 登る 100%。
ガンボタン100、通100、ダメージショー100、通が100、ダメージラインはこれも2、あ、喧嘩キックね、喧嘩キック、森さんが一番さんがリーダー、はい、OK、 はい、地域の神様、あとは、あと2人何しましょうかね。今日のチャレンジャー、今ならマンジマルとか、マンジマルいきますか。マンジマル、マンジマルで昔いなかったっけマンジマルでいなかったっけ。マンジマル、マンジマル、キクランス、マンジマルいないね、いないか。マンジマルがダメなら極楽とか歌舞伎とか、いや、いたらいたで、あの前の前のやつを引っ張り出してくればいいだけですけど、いないみたいですね。じゃあマンジマルでいきましょう。マンジマルで、マンジマル、アルテミス、マンジマルでしょ。よし、マジマンジ、まあまあアルテミスよかったけどバコス、今日も楽しいレジェンドバコだ。39個も出てマンジマルは紫っぽい。マンジマルね。じゃあ来週にはアルテミスを入れますか。アルテミスが政治の神様が残ればね。あ、サダさんマンジマルっぽいか。マンジマルね。マンジマルだからやっぱ攻撃力はありますよ。攻撃をすべてちょっと攻撃特化型にしようか、今度。マンジマルは。マンジマルは。リングネームは眉毛かな。わら、わあ、攻撃力特化、防御力ちょっと弱いけど、これ無理か。ラリアータはまあいらないよね、攻撃はね。ラリアータ当たんないから。ラリアータの分をちょっと関節とか、ね、まあ、この投げとか関節は。飛び技もまあ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 ね、いらない。いらない。飛ばない。飛ばなかったらいらないから。ここを。キックとパンチどっちにするかって言ったら、クラス王子さんやね。キックもパンチも攻撃力そこまで上げなくていいとしてだから、こうこう、まあこんなんじゃない。はい、眉毛美人はアルテミスじゃなくてもアプリ、パンチ張り手、張り手とキックはただのキック、ミドルキック、走ってショルダータックル。ショルダータックルがまあ当たりやすいよね。ショルダータックルだね。
ジャンピングすると、ね、当てに行く当てに行くスタイルで。カウンターキック組み合って2ボディスラムでね、戦いのゴミ収集。アバランシュホールドは結構いいよね、かっこいいよね。ブロックバスターではないですか、ね、ビッドスター急にブレンバスター、ブレンバスターがワンとして名前アリーノ、まあ、ここら辺はアップドロップホールですね。キャメルクラッチがある、キャメルクラッチ、キャメルクラッチ珍しいんじゃない ?FTF 買わず掛け落とし、まあいいんじゃないですかね。ワンチマルダメージショーの時はまあランかつうかはこれですね。ランって何したっけ、まあ、こんなのか。若干ハンマーすぐ多めで。ダメージ台はまあまあそうですね。まあまあまあ。あのブロッケンマンを2つに割った技とは。どっちもいいね。よし。はい、じゃあ次超アンチ、超アンチ、超アンチ、アンチ削られるのか、削られたさそうだね超アンチね。チャレンジャーなるといいけど、アンチどうしようかな、チャナさんね、アンチっぽい、いい体。あー、蝶だから蝶、蝶野さんでいいやん、蝶野さんね。あー、ブルーいいんじゃない、ブルーね、蝶は2期ラリアーズ1、まあこういう風になるよね。残りポイントないな。キック上げるかじゃあ。あ、飛び跡こんなにいらないね。ワコピです。よしべだね。喧嘩キック、キッチンシンク、逆水平チョップ、ショーダー、ブレンバスター、ブレンバスター、ジャンピングパワーもいいね。ポイント大丈夫かな。ここはブレンバスター、普通のバックドロップ。バックブリーカー、あー、マンジマルだからマンジガサミ入れときゃよかったね。マンジマル、マンジマル、マンジガサミにしよう。どっちバックブリーカーして、うん、
か。大の時だから、和骨です。プロレスリング、スーアーさんやって。技を変更します。はい、OK。 はい、超兄貴からのマンジマルを、マンジ型にこう、マンジマルね、マンジマルだった。あ、そしたら02になった。ポイントが足りない。ブランジャーじゃない。何を買えるかな。何がもうポイントいい。ブレンパスは意外とポイントくるんだね。頭突きでいいや、頭突きでマンジュアル頭突きっていうなんかイメージないけど、まあ頭突きもするだろう、マンジュアル、ね、少年キャラはよく頭突きするから。はい、それでいきましょう。お待たせしました。はい、今週の、チャレンジャー、カモン。まず1戦目、聖地の神様 VS マンジマール。なかなかかかりましたね、今日は。笑っ全然全然。さあ、聖地の神様、神様強そうだな、やっぱり神様強そう。ファイト。さあ、神様対マンジマール。さあ、いきなりマンジマールハンマーする。おっと、聖地の神様出血。白い顔が真っ赤に染まる。赤い流血が血が流された。そう、マンジュアルいきなりボディスラム。マンジュアルスライル。よし7年ぶり8度目の復帰とかなんか。さあ、ショルダー。おっと、マンジュアル、マンジュアルのマンジュ型が来た。さすがマンジ。さあ、組んで地獄好き、聖地の神様の地獄好き。マンジュアルボディスラム叩き抜けて、おーっと、キャメルブラシ、キャメルブラシ。さあ、政治の神様を真っ二にするのか。政治の神様をブロッケンマンみたいに真っ二に。おっと、これは喧嘩キック16問炸裂。さあ、おっと、 STF 叩き抜けて。さあ、マンジュアル、さあ、こうさ、さすがマンジュアル、主人公だけあって強いですね。一歩経過。さあ、しかし政治の神様をベアハッグ、神だ、神をやっつけるのか。おっと、さあ SF、 神を圧倒しているマンジュアル。マンジマンジ切りが出るのか。さあ、リフトスラムから。さあ、大地の神と火の一族、大地の神を圧倒している。さあ、大地の神地獄好き、聖地の神。さあ、聖地の神のベアグ、頭突きが出た。頭突きから、さあ、マンジュアルの続き。神殺しと言われたマンジュアル。さあ、政治の神を軽々と投げ捨てて、キャメルクラッチ。さあ、真っ二つにするのか、政治の神を。政治の神を真っ二つにしてやると意気込んでいる。あと地獄好き。さあ、コーナーポストに振って何が出るのか、何が出るのか。さあ、ベアハッグ、ベアハッグ。政治の神は大好きホールド。好きじゃー。政治の神は極楽か。同時で同時で。おっと、ここでもうホールギーが。マンジュアル。ホールギーだ。スリー、強いマンジュマル。マンジュマル強し。いや、圧倒しましたね、神をね。政治の神様キャラが定まってない。政治の神様。政治の神さん、極楽張りの同時目でね、同時目ホールドを使ってきましたけれども。さあ、まずは神の地獄好き。さあ、神の奇跡を起こすことができるのか。さあ、ハンマーする。
さあ、マンジマルのマンジ固め。さあ、マンジ君のマンジ固め。マンジ。これがマンジマルだ。さあ、マンジマルの続き。母ちゃんおかわり。さあ、母ちゃんおかわりと言いながら続きをかましてきた。さあ、続き。続きから地獄続き。地獄続き2連発。喉元に攻めていく。マンジマルの喉。しかし、マンジマルはそんなにセリフがないから、喉が痛められても、関係なかった。おっと、政治の神様ちょっと倒れた。自爆した。地獄好き喉を攻めていく。さあ、ドドーン。マンジマル抱えて落とした。抱えて落とす。そして STF しっかり締めて。さあ、お互い締める。同時め。さあ、同時め。神様の地獄好き。さあ、神様に続き。なんという、神様に続きをかましたマンジマル。神に続きをかますのはこの男しかいないだろう。さあ、神が飛んだ。神だ。上から飛んだ。これは大失敗。避けましたマンジマル。神の地獄好き。さあ、神は降りない。神は地上に降り立たない。神は降り立たない。続き。さあ、マンジマルが神を地獄の底に突き落とした。さあ、神を落とすのか、神を落とすのか、地獄に突き落とすのか。叩きつける。地獄に叩きつけた。神は地獄に落とされるのか。さあ、打天使になるのか。神が、神様って恥ずかしい格好しているんですね。神様、いつもこんな格好で成長します。さあ、神様どっちへ。神様、白いパンツが入る。さあ、叩きつけられた。神ピンチ。神フォールされた。ツースリー。マンジマル強し、聖地の神様、何もできず。まあ、ちょっと地獄好きはしてましたけど、地獄好きは迷惑したけど、マンジマルが取りました。さあ、続いて2戦目でございます。さあ、マンジマルがチャレンジャーになるのか、それとも超兄貴がもう一回押し戻すのか。マンジマル、いいとこなかったですね。神様、ちょっといいとこなかったですね。超兄貴。さあ、兄貴バッサス。さあ、マンジマルも兄貴とね、言われていますが、部下からね、古文どもから、マンジの兄貴旦那、マンジの旦那だっけ。さあ、両方、まあ、いわゆる、2人とも兄貴ですよ。さあ、マンジマルは一皮むけて、おっと、お互いがこの抱えてタワーブリッジからの、おっと、喧嘩キックは不発。兄貴の喧嘩キック。兄貴は喧嘩を打ってきたマンジマルに売られた喧嘩は買う。マンジ固め売られた喧嘩はマンジ固め買う。両方いい男。さあ、ショルダーから STF。 これはマンジマルがSTF で攻める。さあ、受けがどっちになるのか。おっとおっと、なんだ、兄貴戻ってた。なんだ今の動きは。さあ、兄貴パンチで殴る。さあ、マンジマル意外とタフネス。さあ、兄貴を投げ捨てた。そしてマンジの続き。 STF。兄貴の奏でやっぱクリか。しかし、続き、兄貴に続きをかましていく。しかし、兄貴パンチで殴る。マンジの顔面を殴ってきたマンジの旦那。しかし、マンジマルは投げ捨てた。マンジマルはさらに叩きつける。さあ、マンジマル、この試合もあと、おっと、兄貴立てない。兄貴兄貴、なんとかカウント AT。 危なかった。兄貴投げ捨てる。あっと、ギブ、久々のギブ。キャメルクラッチにたまらず避けたのか。さあ、キャメルクラッチで兄貴の体を真っ二つにしたのか。これ以上やったら避けてしまうということで、兄貴たまらずギブ。
我が道に敵なし。ロブルさん、兄貴の兄貴アマンジバル敵なしなのか。さあまずは先手を取ったのは兄貴。さあ素早い速攻からカナディアンバックブリーカー、そして殴るパンチパンチ、しかし続きマンジの弾丸続き。さあ登ってマンジが飛んだ、マンジのフライングに、そしてキャメルクラッチ。さあ兄貴ピンチ、兄貴ピンチ。さあ兄貴のパンチ、兄貴のパンチ。しかしマンジ丸が投げ捨ててキャメルクラッチ。さあまたギブ取るのか、ギブ取るのか、ギブかギブかギブか。さあ来た来た来た、マンジ丸、あとボーホール行く。強い、我が道に敵なし。さあ無敗でマンジ丸挑戦者。さあケツが割られる のか、それともマンジ丸が制するのか。これは楽しみな一戦になりました。さあ今週のチャレンジャー、マンジバル、そしてチャンピオン、ラストハルマゲドン。今日は塩ではないですが盛り上がりにかけますね。早いですかね試合がね。マンジさあお互い負けを知らないマンジバルとラストハルマゲドン。さあここまでハルマゲドンは防衛1回、先週の初防衛だった、先週初防衛。さあケツを割られるのかマンジマル、ロープに打って、ここまで通算ラストハルマゲドンは4勝0敗です。4勝0敗チャンピオン、4勝0敗。さあ叩きつける、まずはハルマゲドンがセンターを取った。さあ首根っこ締め上げるマンジマルドン、首はちょっと聖地の神様にね地獄突きやられてますけれども、どうでしょう。さあ首を締めて、首が弱点と見たがチャンピオン。さあ首を徹底的に締められるマンジマルの首を締める、さあ首を締める、今日首締めにこだわっているチャンピオン、ネックハッキングトリー。さあマンジマルチャンピオン叩きつけた、張り手。さあ首締めたチャンピオン、首締め、首を持ち上げる、ロープに打って何も出ない、叩きつける。さあマンジマルのマンジ固め、マンジの名を冠したマンジ固め。さあ1分経過、マンジマル叩きつけて起こして、ロープに振って何も出ない、叩きつける。さあお互いボディスラムで、ボディスラムの応酬、張り手一発、そしてマンジ固め、ロープに振って何も出ない、マンジ固め。さあじわじわと体力を削っていってるのか、さあマンジマル何が出るのか、マンジマル。さあもう一回ロープに振るが何も出ない。さあチャンピオン叩きつける、戦いのゴミ収集、そして張り手、戦いのゴミ収集。さあ得意のキャメルクラッチ、キャメルクラッチ、我が道に敵なし。ここでイスラム起こして、さあマンジ固め。さあチャンピオン、しかし友達の体力か、2分経過、わざとさケツを取りに動いた、ケツを取りにとうとうチャンピオンが動いた。さあ出るのか、ケツを終わりに、しかしまだまだマンジマル動きます、マンジマル動きます。さあマンジ固め、さあ後ろを取ると、チャンピオン後ろを取るとね、がぜん盛り上がりますからね。さあマンジマルなんとかケツを攻撃した、やっと、しかしネッカンキングツリーでマンジマルを軽々と釣り上げる、おっと来た来た。さあ STF、 チャンピオンの体を叩きつけるからの STF。 さあ続き、さあマンジマルペース、マンジマルペース、マンジマルのプロレスだ。さあマンジマル落ちた、さあチャンピオンがよし、チャンピオンがよし、チャンピオンがよし。さあマンジマルの体がチャンピオンに絡みつく、マンジマルの体がチャンピオンに絡みついて、続き、さあもうマンジマルベース、マンジマルベース。さあチャンピオンがよし、チャンピオンがよし。今日はケツを割ることができない、ケツを割ることができない。さあマンジマルのケツを、いや割られない、割られない、マンジマルのケツは割られない。俺のケツはお絹ちゃんだけのものだ。
さあ、おきぬちゃん、お尻掘られない、掘れないから。おきぬちゃんを、道具で掘ってくれる。さあ、なんかわけのわからないことを言ってるマジマル。さあ、さあ、上がってこいと、上がってこいと挑発しているマジマル。上がってこいと挑発しているマジマル。さあ、チャンピオン上がってきた、チャンピオン上がってきた、チャンピオン。何言ってんですか、ね、チャンピオンに続きをかまして、チャンピオン抜けたー、落ちたー、チャンピオン落ちたー。さあ STF3 分34秒、チャンピオンやるし、1本取られたチャンピオン。さあこれは大変なことが起きたのか。さあここまで無敗のチャンピオンが破れるのか、火の勇者、さすがマンジュマル。さあ、チャンピオン2本目は頑張りたいところ。しかし、1本取られてから、そうですね、ゲツをしっかり取られます。あっと、続きチャンピオン流血、チャンピオン流血、チャンピオン歩みし。さあ、マンジュマル、第18代チャンピオンに向けて、さあ、あと一息だ、マンジュマル、マンジュマル。さあ、聖剣、マンジバルの聖剣がハルマゲドンを打ち砕くのか。さあ、チャンピオンが危うし、チャンピオンが危うし、チャンピオン前が見えない、流血で前が見えない、もう18代さあ、リフトスラム、さあ、キャメルクラッチ、さあ持ち上げた。しかしチャンピオンも意地がある、チャンピオン曲げられた意地がある、チャンピオンケツ割りになんとかして持っていきたい。さあ続き、さあマンジマルは使用回避のため下に降りない。チャンピオンがケツをよこせと叫んでますね。おっと、チャンピオン起死回生の、起死回生のパワーボム、これが起死回生の技になるか。さあ場外、場外も出た、マンジュアル、ここまで場外困っていたが、わーっと、しかし場外パワーボム、チャンピオンパワーボム、チャンピオンのパワーボム。さあたまらずマンジュアル、リングに戻っていく。おっと、ちょっとチャンピオン遅い、起きるのが遅い、チャンピオンもバテている、チャンピオンバテている。さあパワーボム、そのホールド、お、入った、入った、ケツ割りなしでチャンピオンが意地を見せる。なんとなんと取り返した、ラストハルマゲドン、チャンピオンさすが、ケツ割りなしで取り返した、1対1。いやー、3本目マンジュアル、もうチャンピオンまであと一息だったんですけれども、パワーボムで流れが変わった、パワーボムで流れが変わった。さあ3本目、お互いもう主力を尽くした3本目。まず先生はマンジュアルからの、マンジュアルの投げ飛ばしてからのキャメルクラッチ、張り手は空振り、あ、出るのか出るのか、あっと、さあケツを取りに行ったが頭突きで回避、頭突きで回避、さあ頭突きで回避だ、首を絞める、首を絞める、首をだいぶ絞めている、この首絞めが効いてきたのか。叩き抜けて、バババン、ホールド、2で9、わあ、もう一回、もうチャンピオン決めに行った、危ない、チャンピオン逆転勝利、マンジュアル、チャンピオンまで手が届いたのに、あともう一息だったんですけど、チャンピオン防衛、強い、今日はケツ割りなし、ケツ割りなしで防衛、ケツは割られなかったですけれども、パワーボムで逆転防衛。いやー、マンジマルは惜しかったですね。いや、マンジマルもう取ったと思いましたね、完全にもう、あの第18代ねえ、18代18代のもうトロフィーが用意されてたんですけれども、慌てて18代ピシって剥がされて防衛、いやー、2回目の防衛ラスアルメドン、いや強い、逆転勝ちでした、1本目取られてからね、2本目も危うかったんですけどね、油断されて、油断しましたね、はい。おじいちゃんのお尻とか言うから。というわけで、あれから流れが変わっちゃったかな。
はい、ご視聴ありがとうございました。 T101 ファイアープロレスリング3レジェンドバウトは毎週金曜日やってます。はい、ラストハルマゲドン見事今日今週も防衛達成でした。おでした、おやすみなさい。おでした、おでした、はい、おでです、おやすみなさい。おでです、おでです、おでした、おでした、おやすみプロレス、はい、おやすみプロレスです、はい、おでです。はい、96コメントも出てきた。